じゃあこんにちは、まあ、豊さん、この YouTube 動画で、まあ、いろんなトピックス扱ってますよね。足が速かった選手、そうやな、どなただとか、はい、歴代ベストナインとか、はい、やってますか。まあ、おじさんになっちゃったからね。ベストナインおじさんですもんね。そうそうそう。今日は豊さんから見た、まあ、現役も OB も含め、うん、天才打者とは誰なのか、一体全体言われてるのは、例えばノムさんもうすごかったよとか。ノムさんは天才ではないよね。あ、違うのか。努力型だよね。あ、努力型なんだ。俺の定義として、はい、天才っていうのは何も見えてこない、うん、こいつ何してるけど、え、結果はすごいなっていうのが天才だと思う。才能だよね。才能ですよね。努力、そうじゃない。あ、まあ、そうです。だから頭の知能指数なんてもう、うん、勉強したからって上がるもんじゃなくて、うん、持って生まれたもので測るとすごい数字を叩き出す。これが天才でしょ、はい、何を勉強してない。写真のようにものが入ってくるみたいな、そういう天才がいると思うんだけど、はい、野球でもさ、やっぱ努力が見えてしまうと、うん、もう天才じゃなくなるんだよね、俺の中では。努力をする天才っていうことも、うん、そんなことをこじつけて言うけど、うん、天才って違うから、うん、だから王さんって一方足打法にして荒川道場とか言って日本刀振り回してたって、うん、今から見るとなんか銃刀法違反で捕まるかなみたいなところがあるけども、うん、まあ王さんもなんかテープをね、一生懸命巻いて豆ができて、それで掴んだ記録じゃない、はい、だから王さんも確かに天才ではあるからあそこまで打てたんだと思うけど、やっぱ努力が見えると、うん、なんか俺の中では天才ではなくなるんだよ、ね、うんうんうん。まあそれ豊さんの定義としてね、定義として、この定義として、うん、で落合さんも天才だと思うよ、はい、でマシンをこう正面に投げさせて、これを払う、なんか宮本武蔵がなんかハエを箸でこうつまんでこう殺してね、はい、また食べるという汚いそういうシーンがあるんだけど、はい、まあ、それに近いような天才であることは間違いないんだけど、なんかそういうものを見てしまったという。あの努力型の天才と持って生まれた才能を持った天才ってまたちょっと違いますもんね。全然違う、うん、いやみんなね努力はしてると思うんだけども、はい、それを成績とともにみんな披露されるんだよね。あ、だからそれが残念なんだよ、はい、やっぱ天才ってかっこよく何もしてない、酒しか飲んでませんみたいな、行って焼き払いんでしょ、はい、できちゃう、打席に立てばホームラン打っちゃいいんでしょみたいな、はい、それが俺の天才なんだよ。そ、でもそんな人っているんですか。いやだから俺が感じるのは一人、一、はい、人だけ、一人だけ。ちょ、いやだけど、うん、天才と感じたのは他にもいる、はい、例えばどんな、まあ、例えば高橋由伸。高橋由伸さん、うん、これはやっぱね初級から何でもいけるっていう天才型だったね。え、それ大学の時から、うん、もう初級打ちっていう、高めはもう痛め合わせみたいな、だから低めに投げるみたいな、あーみたいな全部持っていかれるみたいな。あ、そうなんですか。いやだけどアテネの時一緒にやったら朝早く起きてくるんだよ、うん、巨人はデーゲームがなかったんだよ、ナイターしか、はい、でもオリンピックになってくると昼の試合もあるから朝早く起きてきて朝飯を食べて、うん、ね、体調を整えて、はい、体調管理するんだみたいな、いや君は天才だったんじゃないのかみたいな。お、いやだけどその自覚っていうのはすごいよな。あ、まあそうですね、その自覚は、まあ、やっぱさすがだなと思ったんだよ。で打席に立つ、えらい前に立つんだよ、はい、どうしたのって言ったら海外の審判外取るんでちょっとでも近づいておかないと届かないんですみたいな、うん、お、努力するんだみたいな、来て素直にカーンと打ち返してるだけかなと思ったらやっぱりこう考える、まあバカじゃないから考えるわな、みんな。でもそれを見ちゃうと俺は天才じゃなくなるわけよ。あ、やっぱり苦労してるんだなみたいな。まあそうですよね、工夫したりとかっていう、うん、じゃあ高橋由伸さんは天才の部類だけどやっぱりそれぞれ工夫したりとか、そうそうそう、努力した。え、じゃあそれで言うと松井秀喜さんなんかは、松井秀喜は長嶋さんのところに呼ばれて、はい、振れって言って素振り、はい、振っててこう長嶋さんが別のとこ見てて、お、今のはいいスイングだっていい音がしたみたいな、うん、本当かみたいなまあそういう逸話あるじゃない、はい、だから努力でこうなしこう気づいていったと、ね、俺がもう一人天才だと思うのは谷義友、オリックスからまあ巨人に行きましたけど、そうそうそう、タイミングが狂わないんだよ、はい、タイミングを取る天才なんだよ、うん、シンプルでこうやって入れるだけなんだよ、
それでコーンってもう全部こう手さばきで打っちゃう。それ どんな球に対してもタイミングの取り方がうまいんですか。うまいし狂わない。あ、こいつは天才だなと思った、うん、ゾッとした。なんで誰も評価しないんだろうって。うん、評価されてたんだけど、まあ、ある程度は ねじゃないとオリンピック来ないからね、はい、いやだけどこんなすごいんだと思って、はい、あの子は天才だった。谷選手、うん、なかなか動画というか、 なんかその例えばメディアでもすごい飛び抜けて脚光浴びるっていう感じでもなかったので。そうそうそう、でも天才だな。天才なんですか。いや谷にあのバッティング教えてもらってもわけわかんないと思う。韓国はもうスッと取ってポーンと素直にバット出すだけだから。指導者タイプではないっていうことですよね、そうなってくると。まあでも指導もその感覚を教えるのがうまければ天才を育てることはできる。ほんとシンプルなんだよ。それでタイミングを全部合わせてくる。例えば、はい、バットがあって芯に当てる、うんうん、ね、その確率だから芯に当たったからってヒットの確率っていうのは、まあ、上がるよね、はい、でも全部ヒットになるっていうことではないじゃない、はいはいはい、だけどプロ野球全体的に見て芯に当てる確率が一番高いのは俺は谷だったと思うよ当時。バッティング始まったら、ああ谷が打ってんなって思うもん。パッと見たら、ああやっぱり谷だって。いい音しかしない、すごい。全部芯で捉える。で試合でも大体4打席あったら4打席とも芯で捉えるよ。まあ、こすったりだとかそういうのはあるにしてもほとんどこのぐらいの部分に当ててるよあいつ。なんかもう体がそう覚えてるというか、まあ、覚えてる感覚だ、手さばきとか、まあ、俺は天才だと思う。あ、すごい。あ、じゃあ谷選手、うん、でも、はい、それを超えて、はい、化け物の天才がいる。ちょっと待って、取られた、まあ、大谷選手はちょっとまた違うか。あ、もうわけわからない。ピカソの状態だから。ちょっと別格。わけわからない。あ、じゃあ違う、うん。長嶋さん？長嶋さんはもうヘルメットをこうパンと飛ばすような練習までしたみたいな。うん、長嶋さんも天才ではあるけども、はい、帰ったら日本放送の人と一緒に帰って、深澤さんという人なんだけど、はい、スイング見せられて、うん、いや、僕は素人ですからって言うけど、毎日見てると違いが分かってくるらしいんだよ。うん、長嶋さん今日はこうなってると思う。あ、やっぱりそうかみたいな。それを聞かされるとさ、はい、あれなんで努力を世間に知らしめるのかね。まあそうですね、うん、嫌いなんだよ俺は。こんなに裏ではやってスマートでいてほしいわけよ。あ、プロ野球選手って憧れる、はい、ね、憧れるからなんかスマートでいてほしいっていうことがあって、うん、昨日はもう酒飲んでみたいな、うん、そういうことは嘘でもいいから、うん、言っててほしい、言っててほしい。またマスコミの記者はそのやっぱね特ダネということで裏の情報を書きたくなっちゃう気持ちもあるんですけど ね、まあ、そうだね。村上選手、村上はね最初見た時高校1年の時に1打席目ホームランだよな。2打席目見た時にゾッとしたよ、うん、こいつはすごいと思った。それはホームランはたまたま打てる時あるよね。でもそれを打ってしまう運もあるし、2打席目はポンポンと追い込まれたんだよ。あ、これ舐めたらいかんと思って向こうも。その後変化球とかいろんなボール投げるんだけど、バットを内から出して絶対三振しないっていう、そういうことで食らいついていってたんだよ。この子はものになると思った。今なってますもんね。なってる。まあ天才の部類では、まあ、絶対天才だよ。天才じゃなかったら56本打てないからそうですよ ね。いや天才ではあるんだけど、でも彼はやっぱりしっかりしたものは持ってた。持ってますよね。あとはパーンと感じたのは古田。ああ古田さん、シートロックで、あ、こいつはすげえ違うと思ったの。何が違いました。もうね、立ち振る舞いとボールを持って投げる時のセンスだな。これはちょっと違うと思った。だキャッチャーとしてもバッターとしてもってことですよね。だから違うと思った、だから呼んだもん。その山口って同級生が立命館から来てたんだよ、はい、俺も知らなかったんだよ。スコアラーで入ってたから。山口って同級生だし、はい、おあいつだなんつうのって言った。ああいつね、古田って言ったら俺の後輩なんだよって言ったもん。こいつはいい選手になるぞって。すごいバーンと来たんだよ、はい、このキャッチャーはいいキャッチャーになるだろうなと思って、なったよ。なりました。そうですよね。びっくりしたのが立浪で次に。あ、立浪さん、お前これ話は終わらんぞお前いいですよ。いや立浪が、はい、やっぱ PL と仲良かったから、はい、俺の同級生が PL から大学時代来てるやつがいて、学校に遊びに行ったこともあるし、うん、で PL の人間とこう絡むことが多かったし、はい、で立浪っていうのが PL から入る、うん、開幕戦中日だったんだ。立浪のノック見た時に、いやすごいと思った。
それは皆さん言うんですか、何がすごい。いやもうボールの入り方とボールの扱い方が違うんだよ。ボールが立浪に合わせてる感じだよ。いや本当に言えば勝手に立浪にボールが合わせてるって、そんな感じの取り方なんだよ。エラーなんてそんなないんですか。まあエラーはするよな、うん、それは立浪が悪いんじゃなくてグラウンドが悪かったり、うん、ボールが変形してたりとかもうそういう感じ、ね、そのレベルに感じるぐらいの、はい、パーンと打ったら一歩目がもうそこにいるんだもん。野生の勘なんですかね。もうでも騙したことがあるんだよ俺が。パーンとショートゴロ打って立浪のところに、はい、それまでね9割ぐらいに走ってたんだよ、はい、そしたらアウトになるでしょ。この時だけは全力で走ってやろうと思ってカーンと打ったら全力で走ったらセーフになった、はい、おー気抜いてんだ。でもそれが天才なんだよ。あそれだからもう感覚分かってんだよ、これでアウトにできるって。でちょっと変えてやったらえみたいな顔してたけど、うん、しめしめと、うん、えバッティングもだったんですか。バッティングも天才だよな。なんか追い込まれたら流しておけばヒットになりますよ、ねええみたいな。本当ですか。チャンスになった、はい、いやこんなの無理しなくて返したらいいんでしょみたいな。センターから反対打っておけば返せますよって。じゃあ今監督されてますけどなんでこれができないんだっていうジレンマ。いやそれジレンマあると思いますよね。天才だ と、うん、とで練習もねキャンプの時いち早く上がってゴルフに行ってたっていう話も聞いてますし、うん、そうそう俺がお前キャンプ行った時に、うん、1軍は本体でやってて2軍にベテランだったからもう超ベテランね、うん、6勤1級の時だよ。あ、はい、だからベテランに調整を任せてもらってて、はい、まあ6勤だからさ、うん、あ今日は休みじゃないなと思って行ったんだよ立山に会いに、はい、9時から始まる、うん、9時15分ぐらいに行ったのね、うんうんはい、まだなんかボソ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 練習が始まるかなっていうような時で、はい、立山とか言ってたら、うん、あもう帰りましたとか言って9時15分ですよね。いやそもそも休みかとか言ってたら、はい、いやグラウンド一周歩いて帰りましたってえー、いやいやそれでもできちゃうんだよ。まあただ6勤1球だから、まあ、その時は自分の中でオフは決めていいって言われてたんだって、はい、だからまあとりあえず一周して体をほぐしてゴルフ場行ったというまあだけど俺がもうナンバーワンの天才と思うのはここで発表します、はい、お願いします。清原だよ。清原さん、うん、まあ自主トレも一緒にやったけど。あそうなんですか。やったことあるんだよ、はい、必ず初球その年の初球のティーバッティング、はい、空振りするから。えあの天才が絶対空振りするんですよって自分でも不思議やってたんだけど、はい、彼は影ではやってたかもわからないけども飲んだりだとかさ、ね、豪快ですね、まあ、豪快な、はい、そういう記事がこう上がるでしょ、はい、その中であれだけの数字を残してきたんだよ、はい、500本以上2000本以上。俺は彼を置いて天才とはいえ誰も勝てないと思うよ。清原さんの凄さってどこなんですか。だから何もしないで打ってるイメージが天才なんだよ。それはもちろんものを考えたりだとかいろいろしてると思うけども彼が持ってる能力っていうのは例えばよ、はい、王さんの努力を付け加えたとしたら、はい、清原に900本打ってんじゃないかなって思うぐらいの素質だよ。だから落合さんの感性、はい、そういうものを取ってつけたとしたら三冠を5回ぐらい取ってるんじゃないかって。清原から聞こえてくるそういうものからして努力っていう匂いはあまりしないんだよね、うん、いや彼は多分してたと思うよ、はい、してたと思うけども匂いは全くしなかった、うん、やっぱ彼ほどの天才っていうのはないと思うよ。そうバッティングで清原さんのバットボックスの凄さっていうのは私はのちっちゃい時にしか見てないのでわからないんですけどどこがすごかった。いややっぱりねあのデッドボールあれだけ当てられてて、はい、なおかつ当てられてて、うん、それで打ったということだ、うん、逃げないということだよね、うん、だからどんな脅しにもひるまないという、はい、ひるまないでしょ右にも打てる引っ張っても打てる、うん、ここ一番の勝負強さっていうのはピカイチだったしさ俺は清原へ置いて天才はいないと思ってるけどね。それ PL もちろん高校の時 PL 中学の時合わせてそこからもうやっぱり天才。いやもう1年生で KK コンビが出てた時に、はい、これは天才だと思った。桑田はあの体であれだけの成績を残したけど、はい、あれはやっぱ努力がいるよね、うん、あの体は、はい、だから思考とか、うん、そういうものをいろいろ駆使しながら、まあ、投げていったと。清原はどんどこいだもん。そうですね。いやいや本当に確固たるやっぱ彼の中の自信もあっただろうし、うん、だからまあスランプになった時に代打で登場して、
その時打った、打ってヒーローになった時にね、森監督の時なんだけど、でヒーローインタビューの時に枯れかかった花にファンの方の拍手が水のように感じたと、で私に栄養を与えてくれて、それで打つことができた。これ言えるのはやっぱ天才しか言えないよ。そうですね。いや西武時代ってことですよね。西武時代、詩人でもあるわけよ。あ、そうなんですね。なんかちょっとイメージと全然ね、いやいや、本当に寂しい思いをしててね、はい、辛い思いをしてて、で打って、ヒーローインタビューに上がった時に枯れかかった花にファンの声援が水のように感じたと、それで咲くことができた。かっこよくない？かっこいいです。裏に誰かいるのかみたいな、ライターがね。そうそうそう、そんなことなかなか言えないでしょ。よく覚えてるでしょ。じゃあ印象的だったってことですね。印象的だった。あ、こいつは詩人だなと思ったの。その時よく本を読んでたしね、はい、俺も詩人になりたいなと思った時が。さんも名言やっぱ ね、 名言ね、好きですもんね。大好きだ。だから清原がやっぱ俺の中ではやっぱ天才だな。逆に言うと清原さんを超える天才と言われる選手は出てきてないってことですよね、豊さんの中で。俺の中でね、まあ西川とか天才だって言われるけどね、言われるけど、もう全然質が違う天才だよね。だから皆さんの天才をちょっと教えてもらいたいと思うので、ね、はい、コメント欄に、はい、書いていただければと思います。はい、はい。